どうもおはようございます。中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。昨日のロト6の当選について話したいと思います。昨日はほんまにめっちゃ喜んだ。20回ぶりぐらいかな、ロト6当選した。まっとうやけど嬉しかった。あと数字一つ違いで4等逃したから、あれがほんまに35だったら4等当選だったよな。僕が予想したの36やから、惜しかった。でもやっぱり嬉しいな。モチベーションが上がる。やっぱり当選したら、次も当選してやるみたいな気持ちになるな。気分的に明るくなるというか、5等でも、やっぱり当選するんとしないんとじゃ全然違う。でも次、いつ当選できるか、ここが大事やな。できたら連続で当選したいけど、なかなか難しいかな。一口や二口だと、連続当選は。今まで連続当選ってしたことないから、口数多かったら、可能性はあんねんけど、二口やもんな。連続当選はきついかな。まあ、とりあえず、今日も、頑張って、ロト6の予想、じっくりと30分から1時間かけてやりたいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。